どうもやんです今日はですねえー、っとですね僕のね、えー、商品というかですね、えー、初めての商品ですね有料の商品を作りましたんでそのご案内をさせていただきたいと思います。 えーっとね、その、えー、本というか、まあ、あのネット上で、ね、ノートというプラットフォームがあるんですけどもそこで記事を書かせていただきまして、えー、9,000文字ちょっとの、えー文,字あのー、文章になるんですけどもそこに、ねえー、タイトルはですね46歳の僕が1 1キロ以上痩せて思ったこと。 という、ねえー、タイトルの、えー、本というか、えー、僕の初めての、えー、商品を、えー、作らせていただきました。でえー、それを、えー、今から販売していくんですけどもその紹介ですね、えー、紹介をさせていただきます。だから、あのー、今現在ね、ちょっと今日でちょっともうちょっと痩せたかもしれないんですけども、まあまあ1 1キロ以上はまあ痩せていると。 いう状態ですねそういうダイエットをしてですね僕が、えー、今現在思っていることをですね、えー、書かせていただきました、えー、この執筆執筆というかそれを、えー、その商品を作るためにですね結構時間というかそこそこね、あのーまあ、9,000文字ではあるんですけども、あのー、やっぱりその有料の商材になるんでやっぱりその,その向き合うその 何ですかエネルギーというかそういうのも全然違ってですねあのこう僕の中で僕のできる限りの一生懸命ね、えー、書かせていただいて作った商品なんでもしそういうダイエットに興味のある方はですね、えー、手,に取って手に取ってというか見ていただければいいかなと思います。で動画のそのののそそ説明欄のところにその URL を貼っときますんでよかったら覗いてみてください。まあまあ,あの朝起きてですね、えー、早く起きてですねあのそのノートの商品をね、えー、作るためにね時間を作って、えー、書いてきました。 でえーまあ、朝起きれないときはちょっと作れないときもありながらですね、なるべくこう毎日ですね、その休日以外はですね、えー、そのノートの商品を作るために、時間を多少、多少というかそれなりに作って、で作っていったという形ですね。ほんで、これがまず僕の初めての、ねえー、商品になります。そのネット上で有料の商品を作ったのは初めてなんですね。 自分のそういう作品というかねそういうものをねこう作っていきたいというふうに考えております。でそのためにまたこうエネルギーを注いでですね、えー、自分の商品をこう作り上げていくということをこ,うこれから繰り返していこうかなというふうに考えております。で今考えその46歳の僕が 11キロ以上痩せて思ったことということについてはですね、えー、基本的に全部だしですね自分の思ったことを全て、えー、書いたということでダイエットについてこういうふうに今思ってるということをこう書きました。ということでですねあの今日は僕の商品の紹介になります。ということであのよかったら、えー、覗いてみてください。 じゃあ今日もよっしゃでいきましょう。どうも、ありがとうございます。